皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日の動画ブログはですね、格闘技から学ぶ弱者の経営戦略研究というテーマでお届けいたします。私の趣味はですね、実は格闘技です。とは言っても、そのボクシングをやったりとかね、空手をやったりとかするのではなく、あくまでも観戦するだけ、単なる格闘技観戦の一ファンに過ぎません。格闘技はですね、数年前まで K1 とかプライドとか、時々テレビで放映はしてたんですけども、最近もう全くしなくなりましたね。ファンとしてはとても残念に思っています。趣味がですね、格闘技ということはなんとなく恥ずかしくて、なかなか積極的にですね、言い出せないことが私の場合はありました。本来そんなにね、恥ずかしがるようなことじゃないんですけども、っていう顔をですね、実はされたことが何度かあるんですね。そのコンサルタントと格闘技っていうのがこうマッチングしないっていうか、もしかしたら結びつかないのかもしれませんね。さて、私のことはこのようにしまして、実はですね、この隠れ格闘技ファンというのはものすごく多くいるんですね。皆さんはご存知だったでしょうか。おそらく皆さんの会社にもですね、結構な数いると思います。弊社のクライアントの中でもですね、格闘技のファンが非常に多くてですね、特に20代から40代の男性社員の中に格闘技ファンが多いですね。格闘技ファンの特徴がありまして、相手が格闘技好きだと分かるとですね、途端にですね、口数が多くなったりするんですよね。ようやく話が分かる人が現れたっていう感じでですね、あれもこれもとですね、格闘技情報をですね、しまくる、話しまくるというパターンが多いですね。さて、この格闘技なんですけども、学ぶべきことがですね、非常に多いんです。例えば、対戦カードの企画ですね。私が格闘技の中で一番のベストカードだと信じて疑わないのは、1976年6月26日、日本武道館で行われたですね、格闘技世界一決定戦の中のある一試合なんですね。その試合はあまりにも有名です。当時ですね、世界があっと言いました。アントニオ猪木対モハメド・アリ、その一試合なんですね。当時、日本プロレス界のエースだったアントニオ猪木と、時のボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリの世紀の一戦として世間を騒がせました。今でこそ異種格闘技というですね、ジャンルが異なる選手、つまりボクシングと空手とか、空手とキックボクシング、またはプロレスとボクシングのジャンルが異なる選手が戦うカテゴリーですね、異種格闘技というカテゴリーが確立されてるんですけども、当時はですね、そんなカテゴリーもなく、まさかプロレスラーとボクサーが戦うことなど考えられなかった時代でした。そういったこともあって、世界中が大注目した一戦だったんですね。さて、今日の超地域密着マーケティングのポイントです。実はこの一戦はルールが明らかにされずに行われたんですね。試合内容は終始アントニオ猪木がリングの上に寝転がって、モハメド・アリの足を集中的にキックする戦法を取りました。特にですね、こう大きな動きもなく、3分15ラウンドを戦い抜いて、結果は引き分けだったんですね。そしてマスコミはこう言いました。世紀の凡戦と叩いたんですね。なぜならば世間はプロレス対ボクシングの完全決着を望んでいたからです。当時私は中学校ですね、いつだったかな、1年か2年だったと思いますけども、これの試合土曜日あったんですね。で、私は卓球部に属していてですね、土曜日の午後からは部活がありました。どうしてもこの試合が見たかったんですけども、そわそわしてですね、部活が手につかなかったっていうのを今でも覚えております。そんな話はさておいてですね、この試合
実は時が経つにつれて、ルールとか裏舞台がですね、明らかにされていくわけですね。そしてルールに関してはですね、アントニオ猪木はですね、タックル、チョップ、あと投げ技、関節技、キックに関しても確か、肩より上のキックはダメとか、とにかくプロレスの技を、ありとあらゆるプロレスの技を禁止されてたというのが明らかになったんです。そして明らかになった後はアントニオ猪木の戦い方はベストだったという評価に一転するわけです。アリジンはですね、試合直前までルールを飲まなければ試合をやらないと言い張ったそうです。それに対してアントニオ猪木は、要求は何でも飲め、俺はアリを困らせるために日本に呼んだんじゃない、アリと試合をするために呼んだんだと言い、ルールは次々とアリの有利な方向に変更されていったそうです。実際ですね、このルールでずっと揉めてて、もう前日まで揉めたそうなんですね。さて当時ですね、モハメド・アリは世界一有名なボクサーでした。アントニオ猪木は日本でこそ有名でしたけども、世界的には全くの無名のレスラーです。しかしこの試合で一番得をしたのはアントニオ猪木でした。この一戦の後、アントニオ猪木の名前は世界中に広まりました。世界一有名なレスラーになったんですね。そしてアントニオ猪木が率いる新日本プロレスという団体はですね、ヨーロッパ各国でもテレビ放送されるようになったんですね。アントニオ猪木がこの一戦のこのような波及効果まで意識していたのかどうかは全くわかりません。しかし結果的にはモハメド・アリの名声に乗っかって自分もしっかりと有名になった、いわゆる小判ざめ商法と呼ばれる戦略ですよね。私たちのビジネスに置き換えると小判ざめ商法っていうのはたくさん見受けられるんですね。例えばですね、全国に530店舗、店を展開しているお弁当とか惣菜を販売しているオリジン弁当っていうのがあります。確かですね、関東だけなのかな、新潟にはないと思います。で、このオリジン弁当なんですけども、あえてコンビニの近くに出店する戦略を取っているんですね。一見するとですね、近くにコンビニがあるっていうのはライバルですよね。コンビニだってお弁当とかおにぎりとか惣菜を売ってます。ライバルがいる地域に出店するのは無意味に思われます。しかしですね、このような効果を狙っているわけです。コンビニにお弁当とか惣菜を買いに来るお客様にオリジン弁当のことを認知してもらうことができます。これが1点目で、2点目、そしてコンビニで販売している弁当や惣菜との違い、要は何が違うのかっていうのも明確に訴求することができるわけですね。そして3点目、さらにコンビニのお客様を奪うことが可能だということなんですね。まさに小判ざめ商法です。また全国にですね、287店舗を経営するですね、展開する全品280円の焼き鳥屋で鳥貴族という店があります。残念ながらね、これも新潟にはないんですね。この鳥貴族なんですけども、初期の頃は小判ざめ商法を行っていたということなんですね。具体的には客層が同じワタミの近くに出店していました。そうすることで、ワタミのお客様を奪っていたという話ですね。このように小判ざめ商法は、零細企業、起業したばかりとかね、創業して間もないなど、弱い立場にいる企業や人が使うと効果を発揮する戦略です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。